皆さんどうも、ゲーム研究会のエミです。今回はゾナウギアをスクラビルドすることで便利な使い方ができる組み合わせを8選紹介していきます。最初に紹介するのはこちら、ブーメランプラス頭系のギアです。攻撃できる頭系のギアは全部で4種類あって、それぞれスクラビルドして投げることで効果を発揮します。どれも便利な範囲攻撃になっていて、光線の頭は超範囲攻撃ができ、恐竜の頭は次のダメージを増やして一定時間敵を凍らせます。雷竜の頭は相手の装備を強制で落とすことができ、火竜の頭は継続ダメージを与えることができます。ちなみにブーメランを投げてから走ることで長時間追いかけてくるので、これで敵のところに走っていくのもありかもしれません。2つ目に紹介するのは盾プラスロケットになります。盾にロケットをスクラビルドすることで、盾を構えると高く上昇できるのは知ってる方も多いかと思います。ですが盾サーフィンすることで、実は横にも高速移動をすることができます。その状態でパラセールを使って他の盾ロケットを装備すると、パラセールを開いている状態でさらにロケット移動をすることもできます。3つ目にご紹介するのはこちら、槍プラス大砲になります。浮き投げをすると大砲を好きなところに撃てます。ブロックゴーレムは爆発にかなり弱いので、この武器を持ってれば爆弾花なしでも簡単に倒すことができます。洞窟などの壊せる岩なんかも、この武器があれば爆弾花使わないでサクサク進めます。ちなみに通常攻撃はとんでもない速度で爆弾を撃ちます。浮き投げと使い分けて使用してみてください。4つ目に紹介するのは弓プラスロケットになります。今かなり遠い場所にヒノックスがいるんですが、もちろん通常の射撃では全然届きません。偏差打ちしても全く届かなそうです。ちなみに矢を遠くに飛ばせるキースの羽を使っても若干届かなそうです。偏差打ちならもしかしたら届くかもしれませんが、これ以上離れたら厳しそうです。ですが矢にロケットをスクラビルドすることで超遠距離攻撃をすることができます。キースの羽でも届きませんでしたが、ロケットを使えば当てることができます。相手がこちらに気づく範囲外なので、弓ロケットを使えば一方的にボスを倒すこともできます。5つ目に紹介するのは、知ってる方も多いかもしれませんが、盾プラス台車になります。このようにトロッコのレールの上を乗ることができて楽に移動ができます。ちなみに台車じゃなくてトロッコを盾にスクラビルドしても全く同じ効果になります。ちょっとした坂道とかも高速で移動できるので、一つ台車盾を持ってれば冒険が少し楽になるかもしれません。6つ目にご紹介するのは、緊急で足場を作れる弓プラス浮遊石になります。矢に浮遊石をスクラビルドして上に打つことで足場を空中に作れます。そこにトーレルーフすることで小機の手から逃げたり、ちょっとした崖なんかを簡単に登ることができます。消防台などから遠くに移動するときにも足場を作ればいろいろ便利なのでおすすめです。7つ目に紹介するのは、武器プラス杭になります。地底や洞窟などを冒険している時に岩がなくなっても杭をスクラビルドすれば即席のピッケルを作ることができます。もう一つ杭の使い方があって、ホログを仲間のところに連れていく時、先にリンクだけ目的地に向かいます。その後矢に杭をスクラビルドしてホログに向かって撃ちます。そしたらウルトラハンドで杭にホログをつけます。あとは戻れこするだけで簡単にホログを運搬することができます。黄昏の弓を使えばかなり遠くに杭を飛ばすことができるのでおすすめします。最後にご紹介するのは、盾プラス翼をスクラビルドしたものになります。使い方はめちゃくちゃシンプルで、盾サーフィンをすることで通常より少しだけ高く飛ぶことができます。つまりどこでも弓スローを短時間使うことができます。この盾があればグリオークやライネルの討伐がかなり楽になると思うので、よければ使ってみてください。ということで、装備にゾナウギアをスクラビルドすることで便利になる組み合わせ紹介でした。
今日の動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。